こんにちは、ベーシストのぶです。今日はこれから6弦ベースを、やりたいとか、今なんかねネットでも6弦ベーシストの方とか増えてきてますし、20代前半から後半、30代後半ぐらいまで本当6弦ベースをすごく自分のライブでも使ったし、仕事でもいっぱい使ってきたんですけど、でやっぱマイクルルとかですね、こういう4弦ベース、この今はもう4弦ベースが僕の、メインになってますけれども、どっちが難しいのかって言われると、僕的には4弦の方が難しいんですよね、奥が深いっていうか。でも6弦ベースにこう移行したのは、そもそも自分のベースプレイの幅を広げたいとか、ベースのことをもっとと知りたいし、上手くなりたいっていうので、可能性を広げたいっていうので6弦ベースを始めたんですよね。10年以上6弦でプレイしてきて、やっぱ思うのは、それで4弦にこうまた戻ってきてやるのと、やっぱりこう、6弦もね突き詰めていけばそれは難しいところいっぱいあるんですけど、別に6弦だから難しいとかっていうのはあんまないと思うんですよね。もう僕も6弦に移行した時は、大体1週間ぐらいあれば慣れちゃいますしね。だから難しさはそんなにないと思います。あとはこの指板の音をね、理解するようになればいいだけなんですけど、それも別にね、1週間ぐらいあればできると思いますから、どっちが難しいんですかって言われると、僕は4弦の方が難しいと思います。どういったところがやっぱりこう6弦ベースより4弦ベースの方が難しいのかって感じると、ジャズベースってやっぱり音域は6弦ベースには劣りますけれども、やっぱり一発の情報量がやっぱパッシブの4弦ってものすごく多いんですよね。そういうのをやっぱり感じたかなって思います。例えば冒頭に弾いた、こういうのにしてもやっぱりこのすごく綺麗な音ではあるんですよね。すごく綺麗な音ではあるんですけど、でも逆に言うとちょっと綺麗すぎて、この例えば4弦でこのフレーズを同じの弾きましたけれども、やっぱりこの1音1音のこのフレットノイズも含めて表現の一部だとすると、
6弦ベースでね、フレットノイズ出すのって結構難しいんですよ。まあそんなの簡単じゃんと思う人はそうかもしれないんですけど、実はこのジャズベースかもそうですし、プレベもそうなんですけど、こうフレットノイズも含めて、まあ、音が割れるのとは違いますけどね、フレットノイズですね、やっぱりそういうのもバズ音っていうんですかね、バズ音も含めてやっぱりジャズベースの方がやっぱりそういうさじ加減も含めてやっぱり4弦の方が表現が必要なんですよね。であと意外に6弦ってこういろいろポロポロソロに向いてるように見えるんですけど、ソロ向いてそうには見えるんですけど、意外に効率性がないっていうのもありますよね。まあ、ただなんか否定的なこと言ってるような気がするけど、別に6弦ベースがダメだってことじゃなくて、この結構当たり前のように聞かれるのが6弦ベースって難しいんですよねっていう方が多いんですけど、それは違いますよってことなんですよね。でやっぱ6弦ベースにも6弦ベースの、まあ、メリットがありますよね。まあ、例えば1弦よりも1本多いですから、6弦の方が高い方に1本ありますから、こうやって横に移動しなきゃならないのを縦に移動で済むことができるとかありますよね。4弦の方が突き詰めていくとやっぱりまだまだやれることが多いなと思うんです。だからこれから6弦ベースを始めていく人は多分6弦弾いたら分かると思います。それで弾き慣れていけばきっと気づくと思うんですけど、まだ4弦でもできることまだまだいっぱいあるんだなって気づくと思うんですよね。まあ音域的な制限がありますけど、つってもね、そこまでのあれがあるわけじゃないんですよね。ただ5度ぐらいか4度ぐらいか増えるだけですから。まあ今でも弾きますけどね、6弦は。現場によっては全然弾くんですけど、その4弦ベースまたメインに戻った時に真っ先にそれを感じましたがね、まだまだこう4弦ベースでもこう使い切れてないフレーズもそうだし、表現力もそうだし、いっぱいあるなとか思うんですね。まあまだ6弦もまだまだね、突き詰めていかなきゃいけないんですけれど、まあ、そんな風に感じましたがね。以上、6弦ベースって難しいのか、4弦ベースと6弦ベースどっちが難しいのかっていう動画でした。答えは、僕は4弦の方が難しいです。